続いてもサッカーです。先週ホームでの黒星を喫した FC 琉球、昨日敵地で全勝で首位を走る町田ゼルビアと対戦しました。1週間で3試合を戦わなければいけないハードウィークを迎えた FC 琉球、2試合で8得点と2連勝中の勢いを生かして16位の新規加入チーム松本山雅を圧倒したいところでしたが、この試合の琉球はまるで借りてきた猫。中盤でのボールコントロールが全くできず、生命線であるパスサッカーが全く機能しません。逆に勝利への執念に燃える松本に2点を奪われ、全くいいところなく完敗。連勝ムードに水を差す後味悪い内容に、試合後には緊急のミーティングが。そして中2日置いて東京で行われたアウェーでの第9節、会場には6500人もの大観衆が集まる中、開幕から無敗を続ける首位町田ゼルビアに対し、前半は辛抱のサッカー。町田の猛攻に耐え、スコアレスで折り返します。すると迎えた後半24分、 FC 琉球はフリーキックのチャンスを得ると、今シーズン6試合ぶりにスタメンに復帰した鈴木俊樹が左足を一閃。セットプレーに絶対の自信を持つ男が直接ゴールネットを揺らし、先取点を奪います。そしてそのわずか3分後、今度は中央で肌からのパスを受けたボランチの栗中が右足で決めて2対0。数少ないチャンスに高い集中力を発揮した FC 琉球が2点のリードを奪います。その後ロスタイムに1点こそ返された FC 琉球でしたが、このリードを守りきって見事勝利。首位町田に今シーズン初黒星をつけ、勝ち点を13に伸ばしました。トップ10にしっかりとその位置を築きつつある FC 琉球、次回もアウェーで流通経済大学と対戦します。はい、こちらも絶好調ですね。これで6位に浮上した FC 琉球、3位の佐川滋賀 FC との勝ち点差は3ということですので、このまま一気に抜き去ってほしいですね。今日のスポーツは以上です。